ますと、とても、気持ちが和みます。ユーミンがミルクを飲んでいる間にスタッフがそばで竹の片付けを行っておりましたが、これらの竹は全てお母さん看護のために用意された竹でした。ユーミンが竹を食べるようになるのはもうあと少し先なんですが、最近ではお母さん看護のための一生懸命にしまして、少しずつ竹をかじったり食べ方のコツをつかんできたようです。最近では少しずつ口の中の歯が大人の歯へと生え変わり始めました。あと数ヶ月もすれば母乳から卒業し、またお母さんからも離れ独り立ちをします。そしてその頃には歯も大人の歯に生え変わっていますので、硬い竹もしっかり食べるようになっていくんです。さあ、ミルクを飲み終えたユーミンにはデザートとでも言うんでしょうか、大好きなリンゴを与えます。では大サービスでお腹のクレーンを3枚リンゴが乗っております。全部私のだよと言わんばかりに両手にリンゴを持って横に頬張るユーミンです。薄く切ったリンゴでしたが、ユーミンの口の中の歯でもしっかり噛んで食べることができます。ユーミン、甘いリンゴが大好きなのです。現在ユーミンの体重は約30キロございますが、2歳で60キロ、3歳で90キロとどんどん体が大きく成長していきます。今後の成長を待った皆様、楽しみに待っていてください。もう間もなくユーミンの公開時間終了となります。可愛らしいお写真や見たものでだから、このあと7時40分からはお隣立候補者に対してマルク・マルコマリンプールの公演となります。立候補者に対する問題